大事な車を壊しちまったやつ誰だ、まったく誰だろうね。ああもうほんとごめんなさい、わざとじゃないんだって。そうだな、わざとなら大問題だ。無理か。はい起きろノクト。揺れてる、叩きすぎ。俺はタイタンかよ。おはようノクト。目あげろ。起きたな。そうでもない。行かなくていいのか。修理代を用意してカーテスの大皿に。しっかりしろよ王子。巨神様のお膝元までもう一踏ん張りだ。俺も。天気はどうかな。うーわー超晴れてる。どうやら絶好の徒歩日和みたいだな。目標の金額まではまだかなりある。噂のベヒーモスでも狙うか。この辺にいるんだろう。角高く売れるんだっけ。俺たちだけでなんとかできんの。なんとかしねえと車戻ってこねえだろ。修理は進んでんのかね。シドニーなら安心だよ、任せてって言ってたし。わざわざ近くのスタンドまで出向いて修理してくれてるらしい。だからあとは金。角でも何でも仕留めて売って車を迎えに来ゃいいって話だな。あ、ねえ、ちょっとあれ見て。なんだ。あ？ノークト、これ気になるんだけどさ、見てよ。ちょっと待てよ。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。調子だノクト。やば。おお、いいね。
うりゃ、とどめ。最後だ。会ってみるには進まねえとな。
なんだあいつ。凍鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりたくねえの。気付けろよ。前を見ろ。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。もう一押しだ。一気に。無事に済んだな。おい、ノクト、あれ見てみろよ。腕試しにでも行ってみない？言うじゃねえか、プロンプト。ま、俺はどっちでもいいぜ。ノクト、これ見に行かない？なんだ？リズ。